電子戦部隊。防衛省が東京に司令部を設置、有事には電磁波を発射して無力化。本気を出すなら電子系は日本の得意分野であり、無駄に高度なガラパゴスの技術力が生きるのでは。産経ニュースの記事から、防衛省が電磁波を使う電子専門部隊を来年度末に陸上自衛隊朝霞駐屯地へ新設する方針を固め、来年度予算概算要求に関連経費を計上することが20日分かった。北海道と熊本県に続く専門部隊で、全国3カ所を拠点に電子戦で先行する中国とロシアに対抗する体制を敷く。朝霞には3部隊を統括する司令部機能も新設し、陸自の全国の部隊を指揮する陸上総隊の傘下に置く方針だ。軍事作戦では通信機器やレーダー、ミサイル誘導に電波や赤外線などの電磁波が使用される。電子戦は相手の電磁波利用を妨害し、自国の電磁波利用を防護するものだ。具体的な作戦としては、普段から相手の通信やレーダーで使用される電磁波の周波数を把握、有事には同じ周波数の電磁波を発射して混信を起こさせ、複数の部隊が連携するための通信をできなくさせる、動向を把握するためのレーダーも機能しないようにし、部隊の耳と目を不能にする。陸自には電子戦部隊として第一電子戦隊が東千歳駐屯地にあり、今年度末には県軍駐屯地に80人規模で部隊を発足させる。朝霞に新設する部隊も県軍と同じ規模を想定している。電磁波のうち地球の裏側まで伝わり、長距離通信に適している短波は現在日本のどこからでも中国とロシアの全域で両国軍が使用する通信の状況が把握できる。日本周辺に展開してくる艦艇と本国の司令部などとの HF 通信を確認することも可能だ。電磁波は複数の拠点で収集することで、電磁波を発する相手の部隊や装備の位置を詳細に特定できる。相手が移動している場合は移動方向も確認しやすくなる。陸自が専門部隊の拠点を増やすのはそのためだ。個々の艦艇や航空機ごとに通信などで発する電磁波は指紋のような特徴がある。こうした電磁波の特徴を普段から収集し、相手の動向把握や作戦形態の分析に生かし、有事には効果的に妨害電波を発射して通信機能などを無力化する。収集と分析を重ねた電磁波の特性を蓄積し、データベースも構築する。有事にどの周波数を使って相手の通信やレーダーを妨害するか備えておくためで、電子戦部隊の司令部機能がそうした役割を担う。以上が記事の内容。ここからは試験になる。攻撃用の兵器が大砲の砲弾からミサイルやドローンに取って代わるようになってきた現在、兵器のコストも格段に上がってきている。そんな高額な兵器を揃え相手に見せつけることで抑止力とする一方で、電子戦とはまるで忍者のようにその姿を見せることなく、相手の神経を麻痺させて物理的攻撃兵器を無力化するものだ。効率よく使うことができれば、相手の高額な兵器を無力化することで経済的に疲弊させ、なおかつ双方の人的被害も抑えることが可能になる。もはや銃弾や砲弾が飛び交う時代ではなくなり、優秀な工学系の人材が多数求められる時代になったと言えるだろう。電子戦部隊の新設も大切だが、
その技術の研究開発が最も重要だ。米国製の電子戦装備を配備しながらも、組織だって国内での開発にも力を入れていかねばならない。すべての工業製品には規格というものがあり、同じ規格を使っている限り突破されるリスクは避けられない。将来的に電子装備品は日本独自の規格で開発し、簡単に対抗策を取ることができないものを装備する必要があるだろう。さらに電子戦で得た情報は陸自だけで運用するのではなく、陸海空全ての自衛隊でリアルタイムで共有し、統合運用されなくてはならない。そしてやるからには世界トップレベルの部隊を目指してほしいものだ。最近各自衛隊の部隊新設がちょくちょくあるようだが、自衛官の定数に変化がなく、新たな部隊の創設は単に他の部隊を廃止するか編成を変えるだけの処置であって、現役自衛官の負担が増えているだけのような気がする。予算は増やさない、定員も増やさない、でも部隊は増やす。これでは組織自体がパンクしてしまうことぐらい誰が考えても分かりきったことだ。まずは早急に予算と定員を増やすことから始めなければならないことは言うまでもない。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利というもの。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、スパイ防止法もないのに電子戦以前に情報戦で負けちゃうでしょう、東京なんか真っ先に核攻撃だろう、場所考えろ、見たか電磁の必殺の技、公表してどうする、やっぱ電磁波サイバー宇宙ってなると防衛予算2倍じゃねえ、アメリカも言ってるし、デジタル省庁は変な国家資格作って終わりそう。現在の腐った状態に至った原因を潰さないと、どんな省庁を新設しても大した効果は期待できないからな。 EMP 爆弾を開発しようや、北朝鮮の飛び道具を無力化、センサー欺瞞だけかよ、内部電子機器破壊までやれよ。早速デジタル庁と権益争いが起こる予感。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。